これより札研究着手前の学校診断か学校情報化診断システムより本校の様子は教科教育における ICT 活用のレベルが1.4情報教育のレベルは1.0でした十分な取り組みが行われている状態がレベル2なので本校のレベルは十分とは言えません本校児童の実態として真面目な学習姿勢で 友達と協力して取り組むことができるという良さがあります一方で自分の考えを進んで発表する力や意見の交流から問題を解決しようという力が弱いという課題がありますこれを21世紀型スキルに紹介するとコミュニケーション力はあるがコラボレーション、チームワーク、学び方の学習、メタ認知が弱いと言えますそこで今回パナソニック教育財団様の助成を受け iPad を中心とした ICT 機器を使った共同学習を通して、児童にこれらの力を身につけさせることができると考えました。本校の研究課題です。本校の研究課題である4つのキーワードは、ICT の利活用を中核として構成することができます。さらに、本校の校内研究の中心となる交流・関わり合いが ICT 機器を利用し、様々な他者と関わることで、 学習内容の理解や応用力がさらに深まっていくと考えられます研究主題の21世紀型スキルの観点は諸説なかある中からグリフィンマグゴケアラが表し三宅直見知らの役によるものに従いました小学生にも分かりやすくするために十の観点を本校ではこのように作り変えております日常におけるタブレット端末の利用についてですが教科教育のほかに クラブや委員会の特別活動にも利用されています教師も児童もタブレット端末をツールの一つとして活用してきましたここからは代表的な実践を紹介いたします昨年の12月の第2回 ICT 教育実践発表会では4年生1本、5年生1本の研究授業を行いました4年生は 地域にある森林公園の四季の良さを伝えるためにグループでデジタルリーフレットを作りました森林公園の良さを紹介するデジタルリーフレット作りをするために四季の動植物の魅力を考え地域にあるネイチャーセンターであるノッポル森林公園自然ふれあい交流館で情報収集をしましたその後デジタルリーフレット作成デジタルリーフレットの手直しという単元構成にしました本時では 2人1台タブレット端末を使って話し合いながら手直しをしていきましたグループで作業をしている様子が1つの画面で見ることができるのでそれぞれの進捗状況がよく分かりますそして今まで作ったデジタルリーフレットを読む人がもっと読んでみたいと思うものにするための手直しをする場面でした教師の見本を見せポイントを見つけ見出しや脚注を工夫していきました最後には 左右のテレビにビフォーアフターを映し出して変化を見える形で発表しました実際に作ったデジタルリーフレットはこちらです冬の動物グループのものです1ページを4つの記事に分け1つの記事を1人が書きました見出しの色や内容写真に脚注をつける工夫を行いました成果としてはリーフレットをその場で直せること子どもたちの作成スキルが高まっていることが挙げられました 課題としてはリーフレットを誰のために何のために作るのかという意識や修正する意味が弱かったことまたリーフレットを作りたいという意欲付けが弱かったことそして何をするのかという子ども同士の課題のズレが挙げられました五年生は動画で学校の良さを伝える CM 作りをしました学校の良さを紹介する CM 作りをするために年長さんに伝えたいことを決め 役割分担をしてテーマを伝えるための台本作り CM 作成お互いの CM を見て改善点を探す単元構成にしましたテーマ作りでは本校の施設や取り組み行事について自分たちで紹介したいことを考えました施設や行事の紹介だけでなくどんな良さがあるのかというテーマを伝えることを大切にしましたまずはディレクタープロデューサーカメラマンと役割を決めましたその後は 画像映像テロップナレーションについてテーマを伝えるための工夫を意識した台本作りをしました台本をもとにグループに1台のタブレット端末で CM 作りを行いました作成したものを何度も見直しこれで年長さんに伝わるのかという観点で CM を作成しました本次ではペアグループの CM を見てその伝えたいテーマは何かをまず考えましたテーマの答え合わせをして テーマが見ている人に、より伝わるための改善点を話し合いました。改善点を付箋で貼り、お互いのグループに伝え合いました。実際に、作成したシーム一部をご覧ください。学校のみんなに、歌を聞いてもらう。そこで、昔から続いている。楽しいコンサートだよ。 このコンサートは学校ができた年から始まっていて昔は無理でやっていたよ成果として動画作りに挑戦して形にしたこと内容についてタブレット端末の画面を見ながら考えさせたことについて挙げられました課題としては CM を改善するのに児童同士がどのような視点で CM を見たら良いのか観点の曖昧さが挙げられました 本研究の2年間のまとめとしてこれまでの成果について5点の概略説明をいたします1つ目です4年生のルーブリックによる自己評価から ICT リテラシーは2.8から3.3コラボレーションチームワークは2.6から3.2と点数が高くなりましたタブレット端末が身近になり活用の頻度が増え教師児童ともにタブレット端末の使用に対して抵抗がなくなってきたといえます 教科学習だけでなく特別活動でも利用することによりタブレット端末を使う機会が多くなりました児童発信による自主的自発的な活動を増やすことができましたお互いに声を掛け合い一つの成果物を作るコラボレーションチームワークも向上しました2つ目です4年生はデジタルリーフレットの制作の過程を学校ホームページにアップし閲覧者からの反響がありました 5年生は成果物を提供する機会を設け園児の関心や入学意欲を高める効果がありました活用場面や状況に応じたアプリケーションを用いることで共同学習の効果を高めることができました3つ目です教科指導における ICT 活用において数値の上昇を見ることができました情報リテラシー形成向上を狙った研究ではなかったので情報教育について数値の変化を見ることができませんでした 4つ目です。ルーブリックや授業チェックシートを用いたことで改善項目がはっきりし授業改善に生かすことができました。5つ目です。写真やデータを提示することでまず児童の意欲関係を図ることができます。次に思考の共有化です。ノートに書か,かれた子供の考えや活動の様子を提示することで思考を共有することができます。そして動画を撮ってみせる再現性です。 以下の実験では何度も見返すことで新たな気づきや思考が生まれます体育では動きを客観的に見ることで技能の改善を図ることができました今後の課題展望は以下の3点です代表的な取り組みから情報リテラシー調査活動 ICT リテラシーコミュニケーションコラボレーションチームワークといった働く方法や働くためのスキルを身につけさせることができました一方方思考の方法や 世界の中で生きるスキルを身につけさせる授業を十分に行うことはできませんでしたそれらのスキルを身につける授業作りを行っていくためカリキュラムマネジメントを意識して単元を組んでいきますタブレット端末の利用で多様な学習方法を取ることができ新たな学び方を身につけさせることに効果がありましたしかし教師が児童の思いを引き出し自主的な学習にしていかなければ一斉授業の枠内での共同になります形だけの共同にならないよう 日々の授業実践を積み重ね教師の意識を変えていくことが必要です中川先生より主体的対話的で深い学びを実現させるための5つのポイントが挙げられました以下の5点ですこれは本校の研究主体である一人一人が輝きみんなが輝く厚別東の教育につながりますこれからも日々の授業研究を重ね実現を目指していきます今年度も授業研究があるんですけども研究授業がありますが メンバーもたくさん変わっていく中で iPad の利活用をそれぞれのメンバーが一生懸命行っているところです。最後に2年間の研究を支えてくださったパナソニック教育財団様アドバイザーの中川先生事業協力者の山田先生朝倉先生どうもありがとうございました。